こんにちは、スイです。今日はですね、こちらコモリ 22AW のシルクネルドローストリングパンツですね。紙素になりますね。こちらをご紹介していきたいと思います。でこちらのパンツですね、いつも通りデザイン、素材、シルエットの3つのポイントと素材のところで色味についてもご紹介いたします。であとですね、サイズの選び方と、あとまあ履き方ですね、のちょっとしたコツとかをショップの店員さんから教えてもらいましたので、そちらも合わせてご紹介できればと思っております。はい。で、まずデザインですね。一つ目デザインなんですけれども、イージーパンツみたいなパンツですね。デザイン、こちらのパンツ自体の大枠が本当にイージーパンツのような、ウエストにゴムが入ってて、で、裾がこう絞ってあるようなパンツになっております。で、今季の特徴としてはですね、ベイカーパンツのディテールが入っております。ここですね。一枚の、パンツの上からこう、生地を当てて、でポケットを作っているという仕様になっております。で、ベイカーってちょっと癖が強そうなイメージもあると思うんですけれども、もうです、限りの同色の糸で本当に目立たないようなステッチでこう細い糸でステッチ叩いてありますので、全然正直ベイカーパンツっぽさっていうのはいい意味でも悪い意味でもないのかなと思っております。でデザインのところは本当にそんなところなんですけれども、このベイカーパンツのディテールをですね、今季採用した理由というのが、デザイナーの小森さんが選択した時に、パンツのポケットだけハンガー気になってるっていうのが嫌で、ベイカーパンツのこのディテールを取り入れたそうです。SS はですね、スラッシュポケットですね、だったと思うんですけど、スラッシュポケットにすると、袋のような形でポケットにこう布を当てないといけないと思うんですよね。でそれがですね、選択した際に、やっぱりここら辺は乾いてても、ポケットのとこだけ乾いてないみたいなことが、よく、他のスラックスとかもそうだと思うんですけど、それが嫌で、このディテールを取り入れたということらしいです。なんかそこまで気を配るのが、コモリの日常着を追求するコモリらしいなというところなんですけれども、そういったいきさつでですね、ベイカーパンツのデザインになっているそうです。スラッシュポケットの方が、スラックスに近くて、大人っぽさもあっていいとは思うんですけれども、そういうですね、ここのベイカーになった理由っていうのを聞くとですね、あ、そうなんだなと納得してですね、僕は購入することができました。デザイン自体は本当、SS のシルクネイルのドロスの方が正直好きではあります。はい。で、二つ目ですね、素材、かっこ色味ですね、についてもご説明いたします。素材はですね、シルク 100% になっております。シルクネイルですね、フランネルの生地ですね。起毛したような生地になっておりまして、シルクネルってすごい贅沢ですよね。通常フランネルっていうとコットンネル、コットン素材が多いと思うんですけれども、こちらはもう、なんかこもりっぽいというか、シルクで仕上げているようなフランネルの生地になっております。でシルクだからこそだと思うんですけれども、フランネル素材なのにもかかわらず、光沢感がすごいあるんですよね。こんな感じで。今日曇りなんで、若干色味、生地感伝わりづらいと思うんですけど、結構光沢感がございます。で、このシルクという素材がですね、これも店員さんに教えてもらったんですけど、天然の機能性、機能素材になっているそうで、暑い時は涼しくしてくれますし、寒い時は暖かくしてくれるという、非常にですね、機能性のある、ウールみたいな素材になっているそうです。なのでですね、これ自体、すごい履き心地も、肌当たりがすごく、ふわふわしてて気持ちいいんですけれども、そこに加えて機能性もあるというところで、非常にですね、実用性のあるようなパンツになっているかなと思います。はい。で、次、色味ですね。色味は、ダークネイビーというカラーになっております。で、このですね、ダークネイビーっていうか、色を一応表記なんですけれども、もう、黒に近いというか、黒ですね、これは。もう本当に黒色っていう感じですね。これダークネ、表記見なくてダークネイビーだねっていう人は多分いないと僕は思います。はい。で、ただですね、これ、履いていくと、だんだんネイビーに向かって色が、かすれていくというか、汗っていくような、仕様というか、生地の感じになります。で、これですね、セレクトショップのその購入した際の、店員さん、コモリを10年ぐらい取り扱ってて、その人自身コモリをもう、常に、行ったらもう全身常にコモリなんですけれども、その方に教えてもらいました。その方が前のシーズンのですね、ドロスト履かれておりまして、で、色味
とかも全本当一緒ですというふうに言われてまして、ただ履かれてだいぶ履かれてたようで、洗濯もですね普通に、まあ、手洗い物だと思うんですけれどもバンバンしているというところで、よく生地を見せてもらったんですけれども、確かにですねこちらのこのフェードネイビー今季の新品のものと比べると、結構ネイビーダークネイビーってこれそれ本当にダークネイビーみたいな色味になっておりました。でさらにですね生地が少し洗濯を繰り返すことで痩せてきて、より雰囲気が出てて、ちょっとところどころネップが出てたりとかで、めちゃくちゃかっこよかったんですよ。で僕正直今履かれてる方が欲しいですみたいなことをお話しさせてもらってて、で履き込んだらですね、なんでちょっとネイビーよりダークネイビーよりによりなっていきますし、生地が痩せて古着っぽくなってネップも出てきて、どんどんかっこよくなっていくという生地になっております。なんで履き込んでいくような楽しみもですねあるかなと思います。はい、で3つ目ですね、シレットになります。シレットですねこんな形になっております。で今僕身長178センチでサイズ3番の方を着用しております。かなりですねシルエット自体はもうワイドテーパードなんですけれども、かなりゆったりとですねしたシルエットになっております。このですねドローストリングパンツのこの太さシルエットっていうのが僕非常に小森っぽいなと、なんかルックとか写真とかで見てて、あ、小森のイメージだなと僕はすごく思いました。で小森のパンツの僕が好きなところは、結構ですねこうハイウエスト気味に履いてもですねパンツのシルエットがこう細くならないんですよね。でしっかりとこう太さを保って生地が落ちてくれますので、まあ、ベルテッドパンツとか、ハイポケットとかですね、他のパンツも全部そうだと思うんですけれども、そういったところで非常にですね、シルエットがしっかり出てくれるんで、個人的にはそこがすごく好きなポイントになっております。ここでですね、サイズ感についてもちょっとご説明できればと思うんですけれども、サイズはですね、いつも選ばれてるサイズで僕はいいかなと思っております。で、ショップの店員さんもですね、同じようなことを言われてまして、で、僕、いつもサイズ3番で選んでるんで、今回はサイズ3を選んでるんですけれども、これですね、股上がみがめちゃくちゃ深いんですよね。なので、すごくウエストをグッと上げて履くことができます。で、僕、今ですね、ちょうどおへその若干上ぐらいまで上げて履いてるんですけれども、それでこんな感じですね、シルエットになります。なので丈感っていうのはクッションがこう出すぎないようにうまくですねウエスト位置で調整してあげればいいですし、太さもさっきお話しした通りですねしっかりと高い位置から生地を落としてもしっかりとシルエットを形成されてくれますので、お好みの太さで選んで、あとはこう高さクッションがつかないように調整したらいいかなと思います。で僕はやっぱり3番のシルエットというのが太さが好きだったので今回も3番にしているんですけれども、まあ、そういったところでですね選ばれてもいいかなと思います。あともう一点ですね、最初ですねこう試着した時に横にボーンとですねもうちょっと張ったような感じで、まあ、こんな感じちょっと極端なんですけどこんな感じですね、こう畳んで納品されると思うんで、なんかそういうのもあってかなと思うんですけれども、試着した際はですね、あれなんかすごい、いつものサイズより大きく感じるなーって思われるかもしれないんですけど、実際どんどん履いていくとですね、もっと生地がさっきお話しした通りですね、落ち感が出てきますんで、どん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 シルエットはですね、もうちょっとこう細くなっていくようなイメージになります。で、その店員さんが履かれてたのもですね、サイズ3番だったんですけど、ちょっと同じサイズ3とはとても思えないようなシルエットになってまして、で、くたくたな生地になってて、あ、こんな感じで変わるんですねっていうお話もして、で、僕が実際試着した際に、その店員さんもですね、横にこう、ありがたいことに並んでいただいて、こんな感じに、まあ、シルエット変わりますよってことで教えていただいたんですけど、本当にですね、こう、シューッと、まあ、細くはないんですけど、こう、シルエット落ち着くような感じになりますので、いつものサイズで僕は選ばれることをお勧めいたします。ちょっとスニーカーとですね、合わせてみたいと思います。はい、今アディタスのキャンパスの ATS ですね、と合わせております。で、クッションつけずに履くとこんな感じですね。ただちょっとすっきり見えすぎてると思いますので、もうちょっと生地をこう溜めてあげて、で、今度はこうするとやぼったくなりすぎますんで、このリブをですね、内側に折り込んであげれば、
はい、こんな感じですね。今ウエストの位置は変えてないんですけれども、あのリブを今内側に折り込みました。するとですね、こういう風にかなりスッキリとした見え方になります。このようにリブをですね、あの内側に折った方が、あの見え方非常に綺麗になるなと思います。この履き方もですね、その店員さんから教えてもらったんですけれども、その店員さん自体も常にリブはこうやって内側に折り込んで、でスニーカーのこう高さですね、ボリュームに合わせてこうウエストの位置をこう変えながら、こうリブを内側に折り込んで、クッションを若干つけたりつけなかったりっていう履き方をあのされてるんじゃないかなと僕は思います。でデザイナーの小森さんもあのこんな感じでですね、多分リブはそのまま出さずに内側に折り込んで、あのいろんなスニーカーにこう合わせながら、高さ合わせながら履いてるんじゃないかなと僕は思います。ここ折り込んだ時のですね、収まりが非常に良くて、でウエストの位置もあのかなり調整できますので、あのいろんなタイプのハイカットのスニーカーとかでもですね、対応できるような、あのかなり万能なパンツになってるかなと個人的には思います。やっぱ小森のあのアイテムパンツとかって、やっぱりこういうローテクのですね、あのキャンバスとかに合わせたくなりますよね。なんかそういうルックありましたね、てか、はい、であと余談にはなりますが、こちらですね、フランネルのやっぱりね、あのフランネル生地になりますので結構あったかいですね。であの年内ぐらいまでだったら履けるかなと個人的には思います。まあ年明け本格的にこう冷え込みが厳しくなってくると、まあ厳しいかなという感じになりますね。でその店員さんも話してたんですけれども、まあ、小森のアイテムってあのどれもあの生地が薄いっていうのがちょっと特徴というか、まあ、良きも悪くもだと思うんですけども、あると思うんですけど、あえてそうしてるらしいです。日本の気候って暑い時期の方が多いと思うんですよね。今も9月の中旬なんですけれども、これ撮ってるのがですね、でまあですね、昨日とか35度あったんですよね。でもうほんと暑くて、で今もう4月ぐらいからなんで、4月からもうひょっとしたらその9月終わりぐらいまで結構暑いっていうところで、1年通してみると暑い時期の方が多いかなと思うんですよね。でなので生地をちょっと薄めにして、あの履ける、快適に履けるアイテムっていうのをこう考えて作られてるそうです。なので生地代をこうケチってるとかじゃないみたいですね。そうちゃんと考えて薄く仕上げてるということになります。ただ小森のアイテムってあの生地、あの確かに薄、これもですねそんなに厚くないですし、デニムの生地とかも結構薄いやつやっぱあの多いと思うんですけど、そんなになんか貧弱な印象というか、生地が薄いとやっぱりちょっとなんかチープなシワ感とかが出てきたりとかで、僕あんまり好きじゃないんですけど、小森に関してはですね、薄くてもちゃんとしっかりアイテムが、あの見え、重厚感があるというか、しっかり見えますので、そこら辺はですね、非常に安心して、あの履けるなと思っております。なんでこのパンツもですね、今、今年年内ぐらいまで履けて、また4月頭ぐらいから、あの、ずっとですね、あの、年内を履けるようなパンツになっておりますので、非常にですね、長いシーズン履けるパンツになるかなと。あ、でもですね、ちょっと真夏は暑いかな。真夏はごめんなさい。これちょっと暑いかもしれないですね。そうなるとちょっと今の話がおかしくなってくるんですけど、でもまあ、 あの履けないことは、いや好きだなって感じですねまあちょっと秋冬春秋冬の3シーズンかなと思います。まあ夏以外ですね。はい、はい、ということで、小森のですねシルクネルドローストリングパンツご紹介させていただきました。なんかドローストリングパンツって名前かっこいいですよね。ただのウエストゴムが入ったあの紐が入ったパンツのことなんですけれども、はい、ご紹介させていただきました。ドロストに関してはですね、まだ在庫はあるのかなっていう感じで、なんかジャケットがすごい完売が早かったみたいなので、もしですね気になる方は、まあ、探されてみてももしかしたらあるかもしれないですし、来シーズンもあのこのパンツに関してはあの展開があるというふうに僕は聞いておりますので、あのそこで買われてもいいかなと思います。定番素材の定番アイテムにはなりますので、来シーズンでもいいかなと思います。ジャケットはですね、あの今シーズン限りで終了と聞いてますので、完売早かったんですね。あの買いたことは本当にラッキーだったんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。